私の方がダンツで生き地一人で、左の台の天下一線で生き地一人で、この台で生き地一人、計3人の生き地がまあ一旦ね私の元から離れたっていう形にはなるんですけど、私の投資額よりももっと大事なのがやっぱりトキポイといえばポイント、ときめきポイントパラダイスなんで、ポイントを取って頑張って頑張ってパラダイスな気分を味わおうっていう優勝者が企画になっているんですが、今なんと0ポイント、残り時間もそんなに山盛りあるわけじゃないということで大大大ピンチとなっております。ここ私の天下にします。ここここのゾーン、はい、4枚目で、あ、来た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 、なんでチーンってすごいタイミングでチーンって、いや左に行くんだな、なんだろう、勢いが足りないのかな、おでもこんなチャンスないですからね、もう今日ラストチャンスですよ、ホームラン打つチャンス、荒ぶってますよ、もうお行ってちょうだいな、行かへん、はい、やっと半分が終わりました、残り65ゲームなんだけど、でも今日の最高で、でもう一回、お、もう一回、お、いった、お、ね、僕もね、下がっても昨夜止まりで、誰、つらい、避けて、煽ってくるよね、ラスト、落ちてきて野球しようよ、いやー辛い、部分がありますね、ちょ、あ、いい塩梅で真ん中ね行ってくれたらいいんですけど、答えが見たい、この台の答えが見たいです、当たった時どんな音楽が流れるかとかも、あ、来た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 、もう全部こっち行くの、
あ、青。お、超絶カットイン。あ、緊急告知で、あ、え、でも絶対上がるから、あー緑だった。でもまだ割れてないの。お、まだ続くよ。緊急告知、もう一丁行くぞじゃないと。まあもう一丁行くぞ。あー疑似に、これちょっと微妙かも。あーでも48秒物語で押し面じゃないからそんなに熱くない、そんなに。これがマユユだったら激アツ。このテロップも白いから赤じゃないと。あ、うっかりある、あるある、全然ある。いやでも超絶出てるからね。降りてきて、降りてきて。あー、やったー。あとは 50% 取れてるか。あ、よかった。もうすんげーヒヤヒヤしたんだけど、もう取れてますように。赤、あ、青。プレミア出て、プレミア、プレミアとかでいいよ。あ、微妙。青、青。いやー厳しい。あー、ダメだ、ダメだ。あー本当に入んのか。なんですよ。あと結局やめようかなと思ってから3本追加しまして、3000円、え、やめようと思ってから3本追加して、でも当たりを引き4500発。ここに入った瞬間の感動はもう忘れないですね多分。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でしたな顔してるけど大丈夫？なんかもう朝のカキーンこんなんしてたんだけど顔全然元気だよ。まだ余裕だよ。ときめきポイントパラダイス9、初登場なんで大事な大事な結果よ。大丈夫？頑張ってきたよね。あ、じゃあじゃあ頑張ってきたよね。頑張ってきたよね。聞かないで、本当に聞かないで。いやいや、もう天使ちゃんにいっぱい可愛そうポイントもらって。あ、もらったんだ、いいね。いやもう、いやもう本当に、うん、かわいそう、かわいそうすぎて、マジで。天使がね、かわいそうポイントくれるの本当に珍しい。自分で見てても、うん、すごくかわいそうだった。あ、本当？で、見てる人、お気の毒、視聴者の皆さんに伝わってるわけね。いや、もうだいぶ伝わってると思う。で、シュが見てないからさ、軽く振り返ったらどんな感じ？肛門様で朝一、うん、600ぐらいまで行って、うん、100枚ぐらいで終わって、で、その後800までハマって
で当たって、うん、あの家康降臨したの。お、そうなの？え、すごいじゃん。もうここでもう盛り返すには裏挑戦しかないって言って、うんうんうん、でじゃあもう裏の挑戦行くわって言ってやったら家康来て30杯引いたのね。30杯引けたんだけれど、うん、はい、はい、答えいいですか、はい、100。イエーイ、大正解大正解、よく知ってるでしょしかも駆け抜けた駆け抜けた、うん、もう今日はもうで最後下ってあったもんね、パチンコでね、キャーってあったもんね。で七瀬の方行っていいかな、すごいね、うん、お願いします。なんか言っちゃいけない空気になった、もう、パチスローの話はすいません今日はできないです。パチンコの話、私はもうざっくっといくね。一騎当選じゃなくて、戦国無双じゃなくて、なんだっけ、天下一戦、あ、天下一戦、天下一戦で、一回当たりを引きました。終わり。あの後本当にもうすごいギャラリーだの、私の周りに。あの、くるくる回って、違う、もう後ろに人がね、うんうんうん、入れ入れって応援してくれて、入った瞬間のもう歓声、ドッカンおめでとうみたいな感じのぐらいの気持ちだった、私はね、個人的には。2、なんともなんかあれだね、なんかパッとしないね、不甲斐ない。これね、前ドレミとやった時も言ったんだけど、ドレミと私本当にないの一発目で、こんな多分少ない数字私たちぐらいだよって言ったの。それを完全にあの何、うん、もっと下回って、3対4かなんかでしたね、確か。一生懸命頑張ったもん、うん、頑張った。わかんない、まだわかんない。いや、もう、うん、次もう一回ない出ないとやばい。だって2位だったらもう出して出して今回は2対、2ポイントと2ポイントという結果で、次回が、5月6日、5月6日に不動舞ちゃん と、水嶋蛍ちゃんがときめきポイントパラダイス9を行う予定となってますので、ラカータウラーテンさんに遊びに来てください。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。うわ、すげえ、なんだ俺、試合中に何でスマホなんか見てんだ。別に見てもいいじゃねえかよ。てめえどうせエッチな動画でも見てたんだろ。もっと今見てんだよ。うるせえ、バカ、俺の稼いよ。やめろやめろ。ああ、これは今超便利だって噂のジャンバル .tv 新着アプリじゃねえか。人物タブを利用して好きなメンバーの情報だけを見ることができるんだってな。さらにスワイプ機能搭載によりページ移動が簡単スムーズなんだって。それにプッシュ通知機能でジャンバルからの大切な情報をお知らせしてくれるって話じゃねえか。俺のスマホにもこのアプリを入れやがれ。分かったから話してくれ。